のね、さっきチタンチンシールでご飯食べてたので、なんかね、食後の散歩をブラ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 してたら、イルミネーションとスターバックスロースタリーがあったから、今回はクリスマス仕様になった上海最大のスタバをお届けするよ。すごい、前にもたくさんのね、オーダーがある。有会员卡吗？帮你积分。啊，没有。一共是298，怎么支付？支付宝。好，我拿着在哪里？小票帮你放里面。这个可以开发票对吗？可以的，扫下方的二维码。谢谢啊。可以的。哎，很棒。クリスマス限定のお豆さんと、あと中国の限定のお豆。酸味が比較的少ない、なんかね、コーヒーの豆みたいでね。中国のさ、ね、特徴、あ、違う、上海か、上海の特徴あるさ、建築物のモチーフにしたマグカップで、めっちゃ可愛いよ、これ、これいいわ、いくらだろう、169元か、ちょっと高いね、結構コップあるからな、ね、あとどんなのがあるのかな、これ、クリスマス限定のさ、グッズなんかな。やば、何これ1799元もすんの、このベル。なんか変なさ、この置物さ、やば、このさ、なんか置物さ8000元するんだけど、8000元、高っ。これでさ約10万円、8万円、12万、15万ぐらいする。そうだ、本当だ、15万円する。こんなの誰が買うの。あれがさ、噂のさ焙煎してる釜じゃん。これでかいよ。サバちゃんのお豆さんはもうさ、あれかな、全部ここで作られてるんだね、きっと。クリスマス工場豆の工場見学。工場豆、あ、コーヒー豆の工場見学、工場見学してるみたいで。ここさ、ここお茶のさ、お茶があるみたい、ここ。そういえば確かにさ、なんかお茶にも力入れてるって言ってるもんね。なんかこうやって香りが楽しめるんだ。会社の子になんかプレゼントするのありかも。コーヒー飲めないから。これはウーロン茶だね。
だから全のウーロン茶。あ、これさ、あれじゃない、なんか花が咲くやつだよね、きっと。お湯の中に入れたら花がね、咲くお茶だね、これ。これはね、多分ね、上海のお土産にいいかも、スタバでこれ買うの。とはいえ、みんなね、旅行来れないけどね、残念ながら。どうしよう。是一个泡开水哦，对，我之前买过的，不是没买过，就这个是中国的传统的行业嘛，对吧？发展。啊，你好，拿一份这个50克，还有这个也给我拿50克，好。あ、こういうさ、カンカンとかでさ、盛られてるからさ、プレゼントとかさ、にもさ、すごい喜ばれそうじゃない？めっちゃ可愛いし、カンカンも。ほら、めっちゃ可愛くない？デザイン。可愛い。あ、好了，开心吗？对。那我多少？50块是吗？いや、なんかお茶の方がコーヒーよりも高かった。これはもうね、会社のアシスタントちゃんにお土産。めっちゃ機械化してるわ。ここで焙煎してるみたい。あれ、機械でコントロールしてんのかな、機械で。こんな風に豆がどんどん焙煎されていく工程だね。生の豆から黄色くなって、上から見ると余計大きく見えるわ。夜遅いからね、すっかりコーヒー工場はもうお休みモードになっちゃってるわ。まあ、今さ、スタバでもさ、お酒が飲めるスタバもかなり増えてるから、多分ここがさ、初めてさ、お酒が飲めるようになったさ、スタバじゃない？へぇ、こんな感じなんだ。ここにさ、ごま油、定食まであるよ。めっちゃ美味しそうなんだけど。ちょっとここで二次会やっちゃう？ここら辺は全部あのデザートだね。いや、そういえばさ、食後のデザート食べてなかったからさ、ちょっと食べたい、普通に。やっぱここでさ、2時間やるべきだよ。2時間やろう。じゃあ乾杯。量多いな。まっとうだよ。加你个葡萄酒。おお。对啊。これさ、毎週水曜日になんかレディーディスデーでもらえるカクテルドリンク。なんかね、スタバのティーとかのジャスミンとかのなんかお茶とかも使ったりとか、あとホワイトワイン、白ワインってだから、まあ、それをブレンドしたカクテルみたい。いただきまーす。いい香り。こっちの方が美味しいわ。さっぱりしててめちゃくちゃ美味しい。もうね、ちょうどちょっと暑かったからね、すごいいいわ。結構ここのバーなんかね、今回はちょっと頼まなかったんだけど、まあ、コーヒーをメインにしたカクテルとか、あと、まあ、スタバの、ティーブランドのものをブレンドしたカクテルとかがいろいろあって、すごいね、女子にもね、飲みやすいね、お酒のカクテルがたくさんあって、よかった、いい感じ。最大のスタバのクリスマスどうだったかな。ウェンちゃんはね、今年クリスマス何も予定ないけど、みんなのクリスマスはどうかな。ぜひぜひコメントで教えてね。ラー